YouTube の動画はさ、うん、ハンドファーストも多いんだよね。うん、多い、めっちゃ多い。ね、うん、何のためにハンドファーストってやるの？ハンドファースト、うん、俺の場合でいい、うん、平井博明のワンナップゴルフ。俺の場合は結局そのスピン量を、無駄なスピンを抑えたいのと、うん、無駄な高さを抑えたいのと、うん、多少ラインを出したい時に、うん、ハンドファースト気味に当てるんでね、で、あと、まあ、入射を確実にボールに最初にこうファーストコンタクトをするために、うん、こうボールに当てに行くためにハンドファーストにして、うん、まあ、当てるかなっていう感じなんでね、そんな明確なものはないんだけど、とにかく何かを抑えたい時、高さだったりスピン量だったり、はいはい、そう曲がりだったり、うん、そういうものを抑えたい時にハンドファーストにしたり、あとは球を強くしたい、初速を上げたいとか、そう、そういう時に番手を上げちゃうと飛びすぎちゃうから、今の番手で初速だけ上げるとか高さを抑えるとか強くするとか、そういう時にハンドファーストする。初速上げるんだ、まあ、要は、うん、ロフトを立てる。これと同じクラブでもこうやって当たるのとこうやって当たるのじゃ違うんだ。そうそう、違うロフトでね、で多少まあ飛ばしに行く、要はロフトを立てるってことだよね。立てた方が飛ぶんだ。飛ぶ飛ぶんだけど、ロフト立て違いが起こってるから世の中で。そう。まあハンドファースト違いというか、うん、ロフトを立てる違いが平気で起こってる。なんでかなと思って。なんで？混ぜちゃうから。あ、混ぜちゃう。そう。ハンドファースト、うん、ダウンブロー、うん、ライン出し、うん、3つの動画引っ張ってきたらそうなるから。あ、そういうこと？そう。違うもんなんだ全部。そう。水と油ですから全部。じゃあ動画でさ言ってる人もさ、うん、ちゃんと分かってないかもね。やったことなかったら分からないでしょ。試合で一発ずつその動画ごとに、このショット今から打ちます、このショット今から打ちます、このショット今から打ちますだったらうまくいくのよ。その代わり3個かかるからね。でも同じ動きだからっつって全部同時にやったら当たらないから、ハンドファースト違い、ロフト立て違いが起こる。なんかプロは全員ハンドファーストで打ってるみたいな動画もあるじゃん、まあ、全員は言い過ぎなのかもしれないけど、まあまあでも多いよね、多分9割ぐらい。あ、やっぱそうなの？じゃないかな。ただハンドファーストを意識してる人は何人いるかってことで、多分1割ぐらいじゃない。あ、そういうこと、うん、結果としていつも言うけど、そうなっちゃってるだけで、ハンドファーストもダウンブローも、うん、そう、ハンドファーストの入れてダウンブローに打とうなんて多分思ってる人多分ほとんどいないと思うよ。あ、結果そうなってるだけなんだ。そう、ならないんだったらなんない方がいいからね。ほんと言うと、あ、それが答えね。そう、ロフト立て違い、ハンドファースト違いが起こってるって言ったじゃない、うん、それちょっとやっていい、うん、ハテナ作っていい、うん、ハンドレイトでロフトを立てるから。めっちゃいい反応。普通ハンドファーストでロフトを立てるでしょ。そうだね。正しいとまで言わないけど、うん、ハンドレイトでロフトを立てるから、うん、で打つの。そうダメなハンドファーストいくよ。これね、うんうんうん、大好きなやつ。そう、ハンドレイトでロフトを立てるから、うん、そう、左脇締めて、うん、念願の左手リードですよ。念願の。そう、左脇締めて、うん、クラブと左腕を一直線にして、うん、ハンドファーストにしないでハンドレイトでロフトを立てて、体の回転でこうやって抜いていくんですよ。ハンドファーストって構えの時の話。そうで、まあ当たる時もこうやって手が前に出てんだけど、こっから外に出たらもうハンドファーストではなくなるんだよ。そうなんだ。そう、要は体のこのパワーのこの中で、こんだけシャフトしなってるじゃん、うん、この中で手がこうやってなってればハンドファーストになる、はいはいはい、ここでこうやってしならせらんないわけよ、もう手が出てるから。そう、こっから前に出すって言ったら引くことしかできないから、うん、こっから押したらダフるから、うん、だからハンドファーストにはできない、うんうん、こうやってね、うん、そうで、こうやって引いてこうやって打っていくから。そう。だからそれで初めて左手リードでラインを出して球をコントロールするっていうのが出来上がるんだよね。通常の高さで打っていい、うん、これ通常の高さね、うん、ハンドレイトでロフトを立てて、うん、左脇締めて左手リードで打つよ、うん、
ちょっと低いでしょ、うん、ほんのちょっと、うん、あんな得意じゃないけどね。できんだね。もう一球だけ言っていい？あー、これいい。そう、高さが全然違うね、うん、あ、多分一段低いぐらいだけど、うん、あれはこう手をあんま出さないでこうやってロフトを立てるんだよ。で締め感を大事にして体のターンでこう最後ヘッドを出して持っていくっていう、まあ、ラインを出して打っていくショットなんだけど、うん、これがハンドファースト？ね、ハンドファーストではないんだけど、うん、まあ、ロフトを立てる。ああ、立てるっていう、まあ、同じことだよね。ハンドファーストって普通の回転に対して手だけこうやって前出すから、うん、こうじゃなくて、うん、そうこうやってね、うんうん、だからハンドファーストとダウンブローとかロフトを立てるとか類は全部一緒なんだけど、うん、やり方が全部違うから、ね、要はハンドファーストって右手リード左手リードでできるんだけど、うん、左脇を締めてこう手を前出さないでロフトを立ててくるのは右手リードだったら打てないから、うん、左でこうやって回転していかないと打てないからね。はい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 、うん、あれで右手使ったらこうなるから、うん、あの、そうだね、ザクって、うん、だそういう細かい動きの違いっていうのがやっぱ分かった方がいいよね。ってことはそのなんか結局また名前の付け方っつうか、うん、定義の話なんだね。そう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 、その手打ちがどういう意味なのとかと一緒じゃない？そう、プロ手打ちって呼んでんのかみたいな。いや本当そうなので、定義を知ってる人が突っ込むでしょ。別に俺そこに従えるから。そうだよ、何でもいいんだよね。そう、そこにプライドはないから。何でもいいから。したら俺こうやってやるから。ああ、そうだね、右で、うんうん、どうでもいいのそんなの本当に。ね、そうだね、手打ちじゃないって言われてもじゃあ手打ちないなら手打ちじゃなくていいけどっていう話になっちゃうんだよね。そう、もう飛んでくボールのことは譲れないけど、うん、もうスイングのことで、うん、お前それボディーターンでやってみたら、はいボディーターンですって言えるから。もうどこでもいいから、名前なんてなくていいんだから、名前なんて。そうだよね。あの球を打つためにその動きしただけだからっていう感じだから、強い球を打つために右手使いました、うん、左手使いましたと同じことだからね。ああ、そうだよ、ね、だからその球を打つためにどういう入射にしなきゃいけないから、そうやって体を動かしたっていうだけの話だ、ね、だけの話で、それで手が前に出てるのだけ切り取ってハンドファーストだよって YouTube でやっちゃうから、うん、また事故ばっか起こってる、その辺で。そうっていうことなんでしょ。そう、ほんとそう。なんか名前の付け方やなんやかんや、定義やなんやかんやって。そうそう、だから陸上とかで表すと、うん、あの人走る前にジャージ脱ぐ人なんだ、ジャージ脱ぐタイプの人なんだみたいな感じに聞こえちゃう俺は。いや、そうだからベストの走りをするためにジャージを脱いで、うん、タンクトップと短パンになって走るわけじゃない、スパイク入って、うんうんうん、いやあの人ね 100m ダッシュするのに、ね、ジャージ脱いだタイプの人って言われてるよね。もうボディターンか手打ちか右手かとかそういうのってどうでもいいんだ。どうでもいい、そんなのだってそれを最善でやろうとしたから、うん、そうなっただけだから。早く走るためにそうそう脱いだだけだから、そうそう、何でもいいんだ。そう、脱ごうが脱がまいが、そう、結果を出しに行った結果そうなってるっていうことをもっと、うん、だから自分から結果を最善で出しに行った方がいいよね、うん、距離感もそうよ、そういうの全部、うん、飛ばしもそう、うん、高さもそう。だからあの右足体重でこうやってなるのがダメとか言ってるけど、うん、高い球打ちたいんだったらやってよ。ああそういうことか。そう、誰もこんなとこ見てないから、コースだったらみんな高い球打つんだったら高い球を出るかって見てるだけだから。タイガーなんかよくやるから。あ、そうなの。そう、タイガーなんかボディアクションのもう神様だから、うん、タイガーは何をやろうと遠目で分かるから、あの人、そう、タイガー何を今から何をやろうとしてるとか、それぐらいボディアクションって大事なの。だってスライス打つ時なんかさ、こうやってタイガー素振りするんだよ。こうやって、あ、見たかんだ。そう、あ、カット打とうとしてんだなって。そうだ、それぐらいじゃないとダメよって。どうでもいいっすわ、あのハンドファーストとか。だから俺ダイモンで撮った時にダウンブローでハンドファーストでってひろゆき言ってくれたじゃない、ちゃんとカメラ撮って、うーんって感じになっちゃう。何でもいいんだ別に。そうそう、何でもいい、そんなのどうでもいい、どうでもいい。自分の飛ばしたい距離が飛んで自分の適正ななんとなくの高さが出てたら、それだけでいいから。ミート率 1.56 が出てればいい。そう、出てればいい。それは結果論。それ、そう、結果論だから。1.56 狙いに行ってないからね。たまたまスリクソンのダイヤっていうボールと、うん、
自分のドライバーで、うんうん、自分のスピードで振ったらその数字が出たっていうだけだから。いやでもあそこにあるクラブでだって出てたじゃん。出てたな。それ本当ね、手打ちだからかもしれない。本当にボールにパンってやってるから。いやそれは本当の手打ちじゃないから。また定義の話に。またするの？もう一回？そうだっちゃう。長くなっちゃう。そうなっちゃうね。だから自分が今どういう球を打とうとしてるか、うん、もう一回こう言えた方がいい。そう、例えば今平井52度持ってて、うん、で52度でフルスイングするんだったら105ヤードで高さがなんとなくあの辺の高さっていう自分の思い描いてる高さがあって、なんかこうちょっとドロー感じで飛んでくっていうのが52度の平井の理想なの。例えばじゃあそれが95ヤードだったら、じゃあスイングはあの辺まで幅を落として、こう力感はこの辺まで落として、右と左の何対何の比率をこれぐらいまで変えてとか、そういうイメージがパッと湧くからね。だそういうのがなかったらまず基本をやった方がいい。その次だから、そうだね、たまに色つけるのは。じゃあさっきのさ、ハンドファーストの説明してくれてたじゃん、うん、すげえ難しいじゃん、うん、誰がやんのって感じだった聞いてて。基本を完璧にクリアできたらいらないよね。基本できてればいいけどね。基本できてればっていうのは、うん、3球用意して、うん、こうやって、うん、3球用意して、うん、本当は10球ぐらいよ、時間ないから3球にしたけど3球用意して、うん、こうやって構えて、うん、素振りしていい、何でもいい、うん、準備万端にして、うん、ターゲットに3発、うん、同じ球がいかなかったら、うん、再現性ができてないわけよ。そうだ、ね、まず基本ができてないじゃん、うん、したらまだやったらとんでもないことになるよね、うんうん、それができてないとダメ。あ、ね、うん、どれぐらいの完成度かだよね、基本がね、理論を入れるタイミングっていうのは。でもこれだけやっぱり YouTube の動画で左手リードとハンドファーストとかダウンブローとかって多いから、それをやると再現性が高まるでしょ。違う動画になっちゃう、もう一本撮ることになっちゃう、これは。再現性高めたいからやるんでしょ。疲れちゃった、もう疲れちゃった。疲れちゃった、どっと疲れた、疲れちゃった。 YouTube 見ない方がいいかもしれない。俺は、うん、俺も。あ、そうだよね、疲れちゃうから。そう、諦めちゃうから。疲れちゃうワンナップゴルフ程度ではもう太刀打ちできない。できない、できない、できない。だってもう全然全然まだアマチュアチャンネルだから。そうだね、うん、ゴルフって、うん、スイングどうやってスイングって振るんですかとか作るんですかとか言った時に、うん、俺小学校中学校の頃に、うん、あんなんクラブなんて上げて下ろすだけだよって言ってた人のスイングって、俺いいなと思うスイングの方が多かったの。そう、それ多分基本だけしかやってないから。その方って。はいはいはい。そう、だから上げて本当に下ろすだけなの。今いろいろな理論入れられてる方に、じゃあ小学生来てその方にゴルフのスイングってどうやって振ればいいんですかって言って、多分端的に言えないと思うよ。ああ、まあそうだね。うん、ああしてこうしてになっちゃうってことね。うん、こうやって好きな構えして、うん、こうやって右に上げて左に振るだけだよって言ったらさ、うん、あ、そうなんだ、うん、ゴルフってって、うん、その分かるじゃない、うん、だけど、うん、そうは教えないと思うんだよね多分。いやそうだよ、上げる時だってこうやってこうやったり、そうでしょそうそうそう、こうやってるでしょ。そう、ただただ普通に構えて、うん、こうやって右に上げて左にこうやって打つ、うん、もう基本的なスイング何回も言うよ。あれで70では絶対出るから。アンダーパー出るから。あ、ね、難しいんだよね、YouTube とかゴルフって。そうだね。うん。すごい難しい。YouTube が難しい。ああいう、確かに。言っていい、うん、理論を抜いてもゴルフはできるのよ。おだけど、基本抜いたらゴルフできないから。そうだね。そう。基本に、枝付けしてるだけだから、そうだね、理論ね、そう、そう、そこだね、そうだね、そう、本当にハンドファーストだったりダウンブローだったりライン出しとかロフトを立てるとか、うん、あれは結果論です。そっか、そう、打ちたい球が先にあって、そのためにどんな入射があって、はい、の結果、そうです、動いた、そうです、はい。本当それだけ。だから強く打ちたかったから、強く打ちたい球があったからロフトを立ててみようとか、うん、もうそういうレベルだから、
はい、そう、そのロフトを立てるのに理論はいらないから、うん、ロフトを立てればいいんだけど、トール君が一番わかる。いや本当そうよ。じゃあの入社の動画皆さん復習していただいて。いやいや本当そう。ね、本当そう。あれすごいよね、あの動画ね。いや、うん。全然伸びてないんですよ。間違いない。たまに何種類も打ってんのに。入社で買えるってね。そう。あれ素晴らしい。本当に。あれみんな見て復習しましょう。うん、あの動画本当に平井が理論で動いてたらあの動画はもうできないからね。そうだね。そう。うん、もう打ちたい球があるってことの証明の動画です。はい。なんで今回それのアンサー動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンなどもよろしくお願いいたします。あ、ですね、ワンナップゴルフですね。インスタグラムとですね、ツイッターもやってます。最近ツイッターめちゃくちゃサボってます。ただですね、オンラインサロンの方が始まりましてですね、でそのオンラインサロンの方でいろいろ小ネタをですね、あの文章として送ったりですね、あとトール君が動画を編集してですね、配信しておりますんで、ちょっとツイッターもやってることはやってるんです。幽霊です。でもあのインスタグラムとかはですね、ストーリーとかたまに上げてますんで、ぜひ気になる方はチャンネル登録とですね、あのいいねボタンだっけ、あれハートのボタンですね。あ、そう、俺もあんまり詳しくない。そう、最近あのストーリー文字を斜めにすることを覚えた平井でございます。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。